友人になったベジタリアンは、日本に来て10キロ太ったって言ってたが、本国では野菜料理は同じようなものばっかで、半ば義務的に食べてたらしいんだけど、日本に来て、特に湯葉や油揚げ関連の食品に出会って、2年足らずで10キロオーバー。特に近くの蕎麦屋の全コースにはまって、国から来たご両親と一緒に毎日通ってた。もともとそいつはガリガリだったんだけど、本国に帰るたびに、ブルワーカーの広告のように変わってく息子の姿にびっくりした両親が来日してきた。その両親もすっかり日本食にはまって、親父さんは大根料理、おふくろさんは揚げ餅が好き。標準体型に戻ったと言って喜んでるそうだ。餅のキーワードで思い出した。気質だったらすまそ。日本食にはまっていろいろチャレンジする外人、国籍忘れたに、ある日本人が餅を紹介。これは日本人が最も愛する食べ物だが、大変危険でこれを食べたために毎年何人かが命を落としている。覚悟して恐る恐る口に運ぶ外人、寺もえす。夫が体験した話、日本びいきかどうかは微妙だけれど、スーパー勤務の夫、仕事中に外人さんが寄ってきて、私、日本語少しだけ話せます、牛乳を温めて上にできるものを何と言いますか、教えてくださいと。夫はと思いながら、鍋で熱する牛乳の絵を描いて上にできる膜を描いて、これと聞くと、そう、これ何と言いますか、夫、これは牛乳の膜だ。外人さん、膜だ。夫、違う、膜。外人、膜。これ食べたいです。そんなものが売っているのは見たことがないのを説明しても、外人さんは食べたと言い張る。もしかして、夫、わかった、ミルクじゃなくてソイミルク、牛乳じゃなくて豆乳。外人、そう、ソイミルク。夫、それは湯葉だよ、こっちに売っているから、と案内。生湯葉と乾物の湯葉を見せて一通り説明。乾物の湯葉を購入して、外人さんはホクホクと帰ったとさ。今日近所のスーパーに買い物に行ったら、最近越してきた外人さん家族が夕飯のおかずを買いに来ていたんだ。日本語ペラペラの家族だし、何度か話したことがあったから、晩飯を何にするのか聞いたら、奥さん、すき焼きです、旦那さん、水炊きです、と同時に言ったわけ。外人なのにそのチョイス。すぐ目を見合わせて言い合いを始める夫婦。旦那さんが、お宅は何にするんですか、と聞いてきたので、うちはカレーです、と言うと、奥さん、カレーか、旦那さん、カレーか、とまたも同時に言った。すき焼き、カレー、水炊き、カレー、カレーと何やら呪文のように繰り返す夫婦。そこに5歳くらいの娘が、パパ、ママ、カレーがいい、とカレールーを片手に持ってきた。すると2人はまたも同時に、カレーにするか、と笑顔で言い、豆腐や長ネギを戻してカレー野菜をカゴに入れ始めた。最後のまた同時に俺に向かって、カレーにします、とニコニコで言って買い物済ませて帰っていった。娘の推しには弱い感じに見せて、結局自分たちが食べたくなったものを選んだ夫婦に和んだ。昨日の夫婦、今日も買い物中に遭遇したけど、カレーをいっぱい作りすぎたけど応用に困っていた。日本のように余ったカレーを次の日カツカレーにして、カレーうどんにして、なんてことは外国ではあまりしないのかね。うちもカレーが余っていたから、今晩はカツカレーにすると言ったら、うちもカツカレーにします、と言って国産の黒毛豚、高いやつを買っていった。うちはペラペラ肉のミルフィーユカツだというのに、普段どんなもん食ってるか気になるので、遊びに行くかお返しを期待してお裾分けでも持って行ってみるかな。